んこんにちは。今回は前回の続きからやっていきます。まずはこの3人本線で京都方面に向かいます。ここは綾部駅だよ。小浜線に乗るならこの駅で舞鶴線に乗り換える必要があります。だけどこのまま舞鶴線に乗り換えても途中の西舞鶴で2時間待つことになっちゃうんだよね。だから駒を経由することで2時間の待ち時間をなくすことにします。というわけで駒に到着しました。京都で駒駅を見たことがあるからここで降りることにしたんだよね。終着駅になるくらいだから大きい駅だと思ってたけど駅前なんもないじゃん。暑い中で20分待ってやっと対向列車が来ました。これで綾部まで引き返します。いやーまさかコンビニさえないとは思わなかったよ。はい、綾部まで戻ってきました。ここからは舞鶴線に乗り換えます。乗り換え時間が20分あるからゆっくり乗り換えるよ。次はこちらの舞鶴線 L 快速に乗るよ。 L 快速の L は L 特急の L じゃなくて路線記号の L だよ。いやそんなの誰でもわかるよ。まあ冗談だよ。面白いでしょ。いや多分誰も面白くないと思うよ。車内はこんな感じ。だいぶ空いてるね。そういえばこの電車快速です。だからなんと通過駅があります。その通過駅がこちら。はい、マグラ駅です。カメラの位置が悪いせいで駅名表が見切れちゃってるね。とりあえずこの駅周りの駅と比べてかなり利用者数が少ないようです。まあだから通過されてるんだろうけど。まもなく西舞鶴に着きます。まだ終点ではないよ。おお、あんなところに2階建てロマンスカーみたいなのが止まってるね。側面のデザインは近鉄の島風っぽいね。多分京都丹後鉄道の車両だと思うよ。あと普通か特急か知らないけどちょっと塗装が地味すぎじゃない。確かにこれじゃあここに放置されてるようにも見えるもんね。数秒カットしてホームに入線中です。向こうには宮津天の橋立方面に行く丹鉄の列車が見えるね。丹鉄にも乗ってみたかったけど今回は時間的に無理だったんだよね。あ、ここにも抹茶色の113が走ってたんだ。今日もJR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンを押してお開きください。終点の東舞鶴に到着するよ。ここからは小浜線に乗り換えて日本海側を鶴ヶ浜で進みます。お、駅名標が低い位置にあるのは取りやすくていいね。自分が反射して映っちゃうと困るけど。乗る位置が悪かったせいで小浜線の停車位置が遠いね。座りたいし少し急ごうか。小浜線で使用されている車両は加古川線でおなじみの115系です。この車両の座席は223系などと同じ転換式クロスシートです。だから長時間の乗車でもだいぶ楽に行くことができるよ。あ、車内がだいぶ混んでる。一人で2席は使えないかな。え、ちょ、何この席。加古川線の115系にはこんな席なかったよ。座り心地悪そうだし他の席探そうか。今は青の号三松間を走行中だよ。向こうに見える山の向こうにはなんと関西電力の高浜発電所があります。原子力発電所といえばの原子炉が見えるかと思ってカメラ回してます。だけど人工物さえ見えないね。いや普通に考えて5キロも離れたところから見えるようなとこに作らないでしょ。観光地じゃあるまいし。あ、でもあの山電柱は多いね。まあ鶴ヶにも原発あるしそっちで見れるかな。まもなく小浜です。ドアは自動では開きません。
間が少し空いているところがあります。降りの際は足元にお気をつけください。オバマ線の名前の由来のオバマ駅に到着します。中の人はずっと小浜だと思ってたそうです。サンダーバードの鶴が到着放送を YouTube で聞いてた時気づいたらしいよ。あれ、なんで大統領の名前言ってるのって思ったらしい。まあ兵庫県宝塚市に小浜っていう地名あるし仕方ないね。オバマ駅発車、改札は IC カード非対応っぽいね。当たり前だけど、ちゃんと改札に人いるね。っていうか、オバマ線、2両程度しかないのに、ホーム長すぎじゃね？やっぱり、昔は、長編成の急行が走ってたとかかな？ご乗車ありがとうございます。この列車は、鶴ヶ行きワンマンカーです。お客様にお知らせいたします。車内で、痴漢などの犯罪行為に遭われたり、目撃した時や、急病のお客様がいらっしゃる時は、速やかに運転士にお知らせください。また、緊急を要請した場合は、車内の急ボタンを押してください。皆様のご協力をお願いします。なんで、地域放送より先に、啓発放送を入れてるんだよ。間もなく終点の鶴ヶに到着するところです。建設中の北陸新幹線鶴ヶ駅が見えるね。北陸新幹線といえばこの前長野新幹線車両センターにあった10編成が水没しちゃってたね。修理するのか廃車にするのかどっちなんだろう。西日本所属の W7系も水没してたけど。そうだ、美浜原子力発電所は見えたの？いや、やっぱり見えなかったよ。お、ホームが見えてきたね。鶴ヶの長いホームといえば、トワイライトエクスプレスが思い浮かびます。乗ってみたかったな。次に乗るのは、新快速です。関西とは違って、新快速の文字がオレンジだね。途中の大見舞い子で下車します。ちょ、おい、降りる人優先だろ。次は、この117系に乗ります。なんとこの117系、ドアを手で開ける形式です。大抵の列車は、自動ドアなので、ドアを手で開けるのは新鮮で楽しいね。ちゃんと閉まってないけど、発車するときに自動で閉まるので大丈夫です。途中の尾野駅で下車、この駅で少し撮影でもするよ。湖西線の駅は、綺麗な琵琶湖が見えることが多くていいね。波もあって海っぽいけど、対岸の山が見える、っていう雰囲気が好きだよ。ここからは、動画鉄した列車が2本です。ということで、字幕の通り、これで終点の京都に向かいます。この列車の座席は、リニューアルされてるね。快適だから嬉しいです。終点の京都に到着しました。この駅で旅は終わりです。ご視聴ありがとうございました。そうだ、実は、ビデオカメラの充電がギリギリ足りず、このシーンのみ、スマホでの撮影となっています。